はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。メリークリスマスということで、めちゃくちゃ久しぶりですね。ざっくり3ヶ月近くお休みさせていただいたんじゃないかなというふうに思います。ちょっと一旦お休みしますという動画を上げてから、1月ぐらいにね戻ってくるよという感じでお伝えしていたと思うんですけども、少し早めに、クリスマスイブということで動画を上げてみました。はい、皆さんお元気だったでしょうか。いや、思いのほかやっぱり一時休止という形で、戻ってくるとは言いつつもどうなるかというところで、チャンネル登録者数とかね減るんじゃないかなとかいろいろ思ってたんですけども、ほぼ変わらず、ありがたいことに、そのままね、登録して待ってくださってる方とか、コメントや DM くれた方、本当皆様ありがとうございました。いろいろとね理由はあるんですけども、なんとかね戻ってくることができましたということで、本日何をやっていくかというところで、現状ねどうなってるかということを報告させていただきたいなというふうに思いました。ゲーム自体ね続けておりますし、前回ですね、公式の配信、生配信の方で、どうやら私の、名前というかチーム名がね上がっていたようで、ということなので、当然ですねゲームは続けております。なかなかね、ガチガチにゲームできてたかっていうとガチガチではない状態ではあるんですけども、しっかりと最新の選手や監督っていうのは、考察というかね、時間がちょっと限られている中でもやって、作ってはいますと。で、現状ですね、例えば、今回新しく出ている、ゴールデンプライズですね、この辺りどうなっているかというところですが、こんな感じでね、ちゃんと作っております、ベール監督ですね、マルディーニ、カーン、ギュンドワン、プラティニ、ルンメニゲ、メッシ、モドリッチがごとつという感じですね。主力となるところはしっかりと作れてるかなというふうに思います。で、使用感っていうところも、強いですね。当然ですけど、ベール監督、最新の監督で、で1個前ぐらいからかな、アルテタ監督ぐらいから、新しい流れでね、守備がかなり強化されてる監督になってます。このベール監督、3バック、1ボランチなんですけど、今見せているようにギュンドアンをですね下にギュッと下げることで、ギュンドアンすることで、このね3バックに2ボランチという形で守備を固めることができます。で、そもそもベール監督は、守備がかなり上がりますので、内部的にもなので、しっかりとこの、3人と2人の5人で守備ができるかなというところ、それでもちょっと不安なところはあります。やっぱりサイド疲れたらね、振り切られたら、マルディニ、ダニーロ振り切られたら、そこはねやっぱり1点取られるというところはあるんですけど、それでもね攻撃もしっかりと、できているので、今のところベール監督、悪くはないかなというところですね。ただ、じゃあ1個前の、ピエモンテ染めですよね、ユベントス染めと比べた時に、個人的にはユベントス染め、もうパーフェクトに11人プラスベンチも全部ユベントスで染めるぐらい、ユベンティーノなんで、かなりしっかり作り込んで、総合値もね50万2000、多分カウンターだと最高数値ぐらいまで持っていけてたと思うんですよね。なんで作り込んだユベントス染めと比べてどうなのかってなると、若干ベールの方が、安定感はあるかなと思いますが、そこまでずば抜けてちょっとベールかなっていう部分はまだ今のところはないかなと思ってます。追撃でどうなるかっていうところかなと思いますね。このサンドロ、ダニーロ、それからモドリちょっと外してロカテッリ使ってみて安定感測ってますけど、この辺りの、ところでかなり強力な選手、特にダニーロのところとか、サンドロのところでもいいんですけど、スピード、マークの数値が、高い選手、もちろんタックルとかも必要になってくるんですけど、やっぱりサイドなんで、ここをね抜き切られると結構そこが一番ねこのベールの弱点かなというふうに思いますので、スピードマークが高めの結構化け物級のねセンターバックとかが登場したら、話は変わってくるのかなというふうに思っています。はい、っていうところかな。でも、そのバッチョのところとかデルピロのところはもうこの子が強すぎるんで、どんなにすごいね追撃が来たとしても、バッチョデルピは多分ね、外すことはなくなるのかなとは思いますね。あとデルピのやっぱりチェインスキルがちょっと生きてこないかな、ベールだとっていうところもありますね。なかなかねこの位置だと、チェインスキルが発動してもドリブルでね、シュート選択っていう選択が前の時よりも下がってしまうということで、チェインが出にくいというところはちょっと難点かなと思っていたり、あとプラティニがねちょっとね中途半端だったりとか、
個人的にはね、意外とギュンドアンがいい感じです。このベールにはまると、まあいろんな役割がねさせることができるんで、意外とギュンドアンは個人的にはまってるかなというところです。はい、ちょっとね今日はあの短い動画になるんですけど、現状の報告と、まあこのねベール監督使ってる感じこんな感じですよというね、感じです。今ね娘を抱きながら動画撮ってます。はい、ということで、皆様、良い、クリスマスをお過ごしくださいということで、皆様また多分次の動画は年内上がるかな、追撃のね考察とか上げれたらいいかなとは思ってますけど、一応まあ来年1月、ちょっと落ち着いてくると思いますので、逆にね今までこの3ヶ月お休みした分、1月にしっかりと動画をねたくさん出せればなというふうに思ってますので、これからまた皆様よろしくお願いいたしますということで、メリークリスマスハッピーニューイヤーになるかな。はい、ということで皆様、ご視聴ありがとうございました。それではまた。Feeling down, the cold nights just don't feel the same.